しゃあそこおもろじゃん。はい、どうもこんにちは、高橋です。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今回はですね、皆さんに報告がございます。今週金曜日から新しいサービスの方をご紹介したいと思います。それが名付けてオンライン弓道指導と、はい、理論弓道のオンラインにおける指導サービスっていうのを提供したいと思います。はい、今回このサービスを提供した思いとですね、その何をやるのかっていう、まあ、具体的な内容について、お話をしていきたいと思います。はい、私はこの今回の今年、4月以降から実はオンラインをですね、これまでもう40回以上講座をやっているんですけども、もう分かりました。弓道はこれからの時代はもうオンラインでどこにいてもどんな時間帯でも適切な知識と合理的な弓の行き方とあなたの解決策が全て整ってですね、それぞれの目標をもう達成できることができると、達成できるようになるということが私の中で、まあ、強い確信といいますか、自信というのが出てきました。なのでまず思いとしては、このサービスを使って皆さんもそれぞれもうご自身の持ってる悩み、目標、これも全部今達成してもらいたいと思います。はい、そして2つ目で、これで何をやるかっていう内容なんですけども、はい、そのオンラインのビデオを、撮っていただいて、それを見て、まあ、解決方法やどのようにすればいいのかっていう方向性などを私が、まあ、アドバイスをしていくというふうになります。はい、なぜこのサービスをこうやろうと思ったのかっていう、そのきっかけが、まあ、あったんですけども、はい、まあ、きっかけはですね、もう一言で言えば、もうどこにいてもいつでも、もうあなたのその今の現状の身の引き方さえ見させていただければ、もう改善方法や体力に合わせてですね、オーダーメイドに弓道の指導がもうできるようになったからなんですね。はい、なったからっていうか、もうなってます。実際もう多くの方々がこう実績を出しております。そのもうお客様の悩みがどういうものかっていうのはわからないんですけども、ほぼほぼほとんどの悩みはですね、もうオンラインで解決できます。というかオンラインで解決できるというか、もうオンラインで、はい、解決もうできちゃってるんですよ今。なのでもっと皆さんにですね、今まあそのコロナウイルスの影響でね、なかなか練習できてない人もいると思いますし、もうそもそもね、道場に行けてない人いっぱいいると思うんです。なんでかって言ったら、もう社会がね、これからは日本はオンライン化がもう間違いなく強く進みます。一時期緊急事態宣言解除された後にね、やっぱテレワークいいわっつって、ダメだわみたいな感じで、なんかテレワークが今一歩普及しなかったっていう記事であったりニュースであったりっていうのがあると思うんですけども、これからはもうテレワークが当たり前にな、将来も当たり前になっていくように物事は進んでいくふうに思います。はい、だけどもうこれはね、一つ言えばまさに天気なんですよ。もしもあなたがですよ、地方にいてですね、弓道場がなくてですね、あったとしてもすごい離れていて、そこの講談社の先生に学ばないと弓道の知識を学べないなんて状況になったらどうですか。もう上手くなんないですよね。ところがもうそんな時代は終わったんですよ。もうオンラインであなた方の持っている悩み事や解決方法、悩み事とか目標を、まあ、達成したり解決する、もう練習方法、体の使い方っていうのはもうあるわけですね。だからそれをもう身につけて、もらってですね、それぞれの目標をもう達成してもらうということなんですね。はい、まあそれの一部ちょっとご紹介したいと思うんですけど、私こういうふうにですね、解剖学の図を使って、どのように弓を引くのかっていうのを具体的に体の使い方でご紹介してます。で、手の内に関しても手のどこの部分を使えばいいのかっていうことをですね、具体的に説明して、それを使えるようになるための弓の引き方を昔の文献を根拠に、昔の先生はこのように筋力を極力使わないで、強く鋭い離れを確実に当たりを持って出していたっていうのを、体の使い方っていうのを今リアルタイムで、私は教えてるわけですね。でそれを使ってもうかなりの成果を出して、かなりっていうかもうほとんどの人が成果出てます。はい、その成果をちょっと一部ちょっとこう例を、ご紹介しますとですね、
大体オンライン今もやってるんですけども、8人から10人ぐらい今参加されてるんですかね。8人から10人の人たちに身の引き方とか、あのどういう風に弓引いてるのかっていうのをまあ見させていただいて、でそれでこう具体的な改善策とかアドバイスをしてるんですけども、1人は的中率を8割をまず達成しました。で的中率 80% 達成して、さらに、自粛期間中に球力が4キロ上がって18キロに弓を引いて、今20キロに球力を上げている40歳の女性がいらっしゃいます。でもう1人はですね、25キロの弓を自粛期間中に私とまあオンラインでやってですね、それでクリアして今30キロの弓を買った60歳以上の男性がいらっしゃいます。あるいはですね、自粛期間中に、生活習慣病にかかりました。まあ皮膚に関する炎症を持ってた方なんですけど、それ改善して今自粛期間中よりも球力がさらに2キロ上がって24キロの弓を引いている60歳以上の女性がいます。これとは別なんですけど、今オンラインで指導していて、もう直接の指導完全ゼロなんですけども、どんどん弓の引き方がレベルが上がっていって、もう去年昇降車を手に入れて、今はもっとさらに弓が引けるようになって、昇降車プラス強い弓も、挑戦して強い弓も引けるようになってきている女性もいます。はい、もうね、弓道の指導に道場なんか必要ないです。重要なのは練習方法と体の使い方だけです。はい、適切な練習方法と体の使い方が分かってないので、どんどん弓が引けなくなって体が使えなくなって、尺瀬が起こったり、射壁がね、だりとか的中が出なかったりとか、もう弓が引けなくなったりとかするんですよ。でこれからもっとね、道場に来る回数減ってくると思いますよ。今はもう弓道連盟の道場でさえもですね、もう体育館がですね、コロナウイルスの対策ということで、的の数を制限したり人数を制限したりっていう風にしてると思うんですけども、おそらく今年いっぱいはもうそれが続くと思います。でそれだけじゃないです。これからもう道場に弓道の人たちが来る人数っていうのは間違いなく減ります。なぜかというと東京の人口が減るからなんですね。今 JR 東日本のこの決算報告でですね、40% JR の乗車率が減っているというのがもう数字で出ています。何が起こったかっていうと、在宅なんですよ、テレワーク。じゃあ週に3日在宅で2日間会社出勤しましょうっていう風になるんですけど、そのうちですね、これがもう全部、出勤やめましょうってなる可能性が非常に高いです。そうするとですよ、例えばですよ、仕事帰りに、仕事終わった後にちょっと弓道場行くかみたいな感じでできてたら、それは弓引きますよ。例えば在宅も在勤も、もう近くに弓道場があって、それで弓引けるんだったらいいですよ。だけどずっと在宅にいて、仕事終わった後にじゃあ帰りに弓道場寄るかみたいなことができなくなってる人っていうのは結構な数いると思います。そういう人たちは、じゃあもう弓道場使えないんで弓道の弓引いたらダメなんですか、実力伸ばせないんですか、先生が道場にいるからその先生に道場に行っていちいちお伺いを立てないと弓の実力伸ばせないんですかって言ったら、いやいや全くそんなことはないんですね。私の場合だったら第3と右手と左手の収まりの仕方とか、湯構えから離れの構え方とか、この貝の収まりっていうのは昔の文献では、こういう風に体を使うのが適切ですっていうのがもう全て、もうはっきりとした古文の言葉で残っているので、それの読み方を覚えれば誰でも実力は伸ばすことができます。はい、それは弓道の講談者に、勉強をいちいちこう聞かなくたって、適切な取り掛けの仕方とか、鶴の使い方であったりとか、下鶴の取り方とかっていうのはもう全部あります。それをもうあなた方が家でもうやっていただくだけで、かなり実力が伸びます。ひょっとしたらですよ、去年一昨年まで弓道場に週に2回とか週に3回とか、まあ行ってたと思うんですけども、それを言ってた時よりも実力が伸びると思いますよ。なぜならばオンラインの方が楽だから、時間もあり余るし勉強もできるし、弓一人でどんどん練習ができるし、間違いなくオンラインの方が技術を伸ばしたり実力を伸ばすのには適した勉強の方法や練習の方法であると私は思っています。今ご紹介した的中率8割と18キロクリアした人、この方は中部地方の方でございます。30キロクリアした人も中部地方の方で、コロナの禍の中で聴講者を取ったわけじゃないんですけども、去年聴講者取られた方も、この方も関西とか中部なんですね。で他に21キロクリアされた方が福岡、全員も私会ったことがないんです。その人に直接会ったことがなくてですね、でももうオンラインで実力伸ばせちゃうんですよ。オンラインで射撃なんか治っちゃうんですよ、全然余裕で。だから私はまず皆さんが持ってる悩み事や、ちなみにと海外もいます。
海外で、そのヨーロッパの方がズームつないで私と弓を教えてる人もいます。アメリカで、つないで、教えてる人もいます。だから海外の人もぜひ、来ていただければ私もう具体的な方法を教えますので、申し込んでいただければと思うんですけども、そのような感じでもう弓道場なんかいらないんですよ。私はもういらないと思ってます。むしろ弓道場に行く方が無駄じゃねっていう風に、いや無駄というかもうそろそろ弓道の世界がそういう風になっていかないと本気で弓道の文化潰れますよという風に私は思います。いつまでも弓道場に行って弓道の先生に毎回毎回お伺いを立てないと実力を伸ばすための知識すら手に入らないこの状況っていうのはもうありえないと思います。多分弓道連盟の先生たちはですねこうオンラインで指導しましょうとかってなったら、いやなんか本当の弓道のその精神的な部分だったりとか伸び合いだの積み合いだのみたいなところは実際で会ってみないとわからないっていうけど、いやその精神がもうダメなんです。それはもう講談社や弓道の連盟の指導者の人たちの怠慢です。これからの時代そんなこと言ってられません。むしろそんなのを言い訳にまだテレワークとか、地方でですね一生懸命仕事している人たちに負担を強いられるような道場の運営の仕方とか指導の仕方とかそういうことをやっているんであれば、それはもう社会や文化を活動するための行為とは逸脱した考え方になると私は思います。私はもう今までこの緊急事態宣言の中で、自粛期間中の中に3冊古文の文献を読破してですね、それをただ読破して終わりではなくて、もうオンラインで人と接しなくてもその人にその文章の内容が一発で理解できるような説明の仕方、練習の仕方、弓の引き方、トレーニングの仕方、さまざま開発しました。それをまあオンライン のチャンネル、チャンネル会員であったりとか会員サイトの中に載せているんですけども、もう道場行く必要なんかないです。だから重要なのは知識と体の使い方です。ここが共有できないんであれば道場があろうが伸びません。先生がいい方が伸びないというふうに考えられます。なのでもうそれぞれもうその知識をですねもう受け取っていただいて、それぞれの目標をもう叶えていただく、そして、さらに弓道の実力を高めていってほしいなとい う気持ちを込めてですね、はい、今回、この弓道のオンラインの指導というサービスをこれから始めていこうというふうに思います。まあ、要領としてはですね、まずあなたの正面と脇正面の弓の引き方の弓を引いているところの写真を撮っていただければと思います。別に巻き荒でも構いなしですし、射場でも構いませんですし、つくばいの状態で家の中で弓引いている構いでも何でも構いません。それを見せてください。そしてそれを撮っていただいたら送っていただければ、それに対しての具体的な解決方法、どういうふうに練習すればあなたの弓道の実力がもっと伸びるのかっていうそのアドバイス、というのはもう全部できます。さらにですね、継続的にですね、そういった内容を受け続けられる、あなたのマインドがあればですね、変えることは十分に可能です。道場がなくても先生がいなくてもその場所にテレワークでですね、自宅で仕事しながら弓道の実力を伸ばすことは全然可能です。もうそのような時代になっているというか、これからはそういう時代に、なっていかないといけないというふうに私は強く思います。はい、なので、皆さん弓道の価値観を大きく捉えてですね、価値を変えていただいて、弓の実力を上げていって、もうそれぞれ皆さんが自分の納得のいく弓の道をできる、そのようなサポートをすることができればいいかなというふうに思います。また詳しい内容についてはご紹介いたしますので、よろしくお願いします。金曜日またご連絡しますので、ありがとうございました。